まあ、まさに今年の3月に結成したばかりの、はい、もう出来たてのチームでございます。まあ、国内のトップリーグプレミアリーグと 3x3 ユナイテッドリーグっていう、はい、その2つのリーグに所属してる。この 3x3 っていう競技は、まあ、あの競技になってまだ約10年ちょいっていうような、あのまだまだこれ歴史としてはまだまだ浅い中で、あの本当にこの3人制だけを職業にするっていうのは、まあ、日本でも数名ぐらいの今状況にあるんですよね。でいくと、例えば社会人をやりながら週末の大会にプロとして出るっていうような、あの、まあ、いわゆるこう形としてはセミプロのような状況にあると思います。10代から40代っていうところもあって、セカンドキャリアとしてプレーされている選手もいれば、ここからまたキャリアアップにつなげていきたいっていうような、個々によってまたいろんな目標があるんですよね。それをあのこのチームで一つになって、それぞれ の, あの思い目標に向かってあのチームでも頑張っていこう、はい、5人制ではなかなかうまくいかなかった人が3人制に来て花開くこともあるし、はい、3人制を得ることで5人制で羽ばたく人もいると、はい、います。で、次につながるチャンスにもなるし、はい、次のチャンスにもなってるってことですもんね。そうなんです。普段はどういったお仕事をされてるんですか？僕あの実家がお寺なんです。お寺、はい、で今親父が住職で、はい、僕副住職っていう形で。副住職さんがこの時間にバスケットコートに立ってるんですか？そうです。三井さんはこのチームの最年長と伺ったんですけども、はい、現在おいくつですか？はい、今年41になります。41歳というのはバスケットプレーヤーの中ではかなり上ですよね。そうですね。それだけの大ベテランがこのできたばっかりのチームに入ったきっかけって何だったんですか？もう人を区切りつけてたんですよね。その35、6の時に1回その 3X のプロチームに入らせてもらって、はい、でつけてたんですけど、で、まあ、本当こう地元にチームができたってことで、やっぱりこうもうここなんかあの小さい頃から遊んでた場所でもありますし、もうやらなかったら後悔するなっていうので、まあ、ちょっとやらせてもらうことに、地元にそういうトップレベルで戦えるチームがあるってことは、本当にこう若い子たちにとってもこうやっぱりモチベーションになるでしょうし、まあ、もちろん僕にとってもそういったところでプレーできるっていうのはもう本当にもう思い描いてなかったね、こんな光景を。本当に今はもうこの1回1回の練習だったりも楽しくてしょうがないです。そうですか。まあ、でもこうできたことにやっぱり満足してたらいけないと思ってるんです、ね。まあ、常にまあ危機感じゃないですけど、やっぱり当たり前じゃないと思ってやっていくことがこう今後の繁栄につながるんじゃないかなと思ってるんで、と背中見せないといけないですよね。そうですね。もうそれしかできないですね。もう喋りも僕苦手なんですけど、いや、まあそういうプレーでこう向き合い方だったりそういうのでこう、まあ、少しこう見せられるものがあればいいかなと思って。普段はどんなお仕事をされてるんでしょうか？普段はあの実は銀行員をやってまして、割とお堅いお仕事をそうですね、されてらっしゃる。はい、まあ、平日の月から金までは、はい、朝8時50分からだいたい18時前後ぐらいまで仕事をして、練習が、火曜日、木曜日、はい、8時から10時まで、今土曜日の朝やってますので、シーズン中は土日どっちも試合があったりするので、金曜日の夜仕事を終えてそのまま飛行機に乗って、県外に飛んで日曜日の夜に帰ってきて月曜日から仕事とかっていうことも、まあ、シーズン中はありますね。まあ、やっぱりしんどいとかっていうのも あるんですけど、どちらかというとこういった仲間との時間とか、やっぱりその試合で勝った時の嬉しさとかっていう方が上回っているので、まあ、そこでやっぱ負けた時の悔しいっていう気持ちとかで、まあ、平日ここをやっとけばもしかしたら勝てたっていうこともあるので、もうそっちの気持ちの問題ですかね。はい、
まあ、僕自身としては子どもたちにやっぱりこの 3X の楽しさを知ってほしいので、あの子どもたちの何ですかね、まあ、愛されるような、うん、あのどこでも応援してもらったりとか、今日もこういう場所でやってると皆様あの今見学も来れますので、見学していただに来ていただいて、あの応援してもらえるようなチームを目指していければなというふうに思ってます。もちろんあのチームとしては日本一チャンピオンを目指す、まあ、そしてあの選手 の、 あのまたいろんなきっかけ、キャリアアップもそうですし、あの福岡から世界へ、そして僕らやっぱりこの障害スポーツとして好きなバスケットを、まあ、皆さんと一緒にやれるその機会、場所の創出といいますか、そういう場所も作っていきたいっていうのがあのチームのまた大きなあの目標でもあるんですよね。全国で世界で活躍する福岡ゆかりのアスリートを応援する YouTube 番組です。ぜひともグッドボタン、チャンネル登録お願いします。